んにちは。オルカ鴨川 FC がお送りするオルカスマイルコミュニケーションラジオ、略してスマコミラジオ。担当は私オルカ鴨川 FC17番、木原梢と事務局白熊ゆきえでお送りします。よろしくお願いします。さて、オルカのなでしこ2部昇格に向けたプレーオフですが、第2節9月4日日曜日11時からヤマトにてヤマトシルフィードと対戦し、1対0で勝利しました。今回の試合にもアウェーとは思えない300人を超えるサポーターの皆さんが応援に駆けつけてくださいました。オルカは勝ち点を6に伸ばし、2位以上を確定させました。いや、やりましたね。感動しましたね。感動しました。感動したっていうか、もう試合中に皆さんの応援が聞こえて、もうなんか、いや、こんなとこで感動してる場合じゃないと思いながら、いや、集中集中って思いながら、もうやっぱり声が聞こえてきて、なんかうわーってなんかじんわりきたっていうか、なんていう、なんていうんだろう、もうあのすごい長い横断幕のね、今回は、ね、普段はホームゲームだと運営の方を手伝いしてくれている BU の選手と、まあ、自分たちチームのスタッフが普段は応援できないので、今回ヤマトにも応援で行くぞということでバスをあの出してもらって、ね、練習してね、ちゃんと BU の子たちが練習して、ね、なんかすごかったね、はい、行ったんで、もう応援でやっぱアウェーだから応援で負けたくないってことで、余裕で勝ってたね。応援でまず勝ってたよね。もうやってる方は向こうにこう、ね、言ってるからどういう風に聞こえてるのかっていうのは分かんないんで、もう一生懸命聞こえてたよ。だってみんな言ってたもん、選手みんな言ってたよ、もうあれすごかったねっつって、本当にBUの子たちに後で会って、いやもう本当にありがとうって言って、はい、超パワーになったよ。もういつものコアサポーターさんとBUががっちりも、ね、一緒になって、ね、はい、一緒になって、たくさんの人が来てくれてすごかったです ね本当に、なんかそっちに一緒になってね、参加してくれて、はい、メインスタンドで応援してくれた方たちもこう、そう、一緒に、ね、うん、手拍子やってくれたり、あの、なんていうの、これ、そうそうそう、なるこを一緒にこう鳴らしてくれて、メガホンとね、いろいろ音を出して、なんか一緒に乗りやすい応援だったね、はい、乗りやすい応援埼玉の方からも多分20名ぐらいも来てくれてて、うん、あ、そうだ、ね、みんなやっぱり大事な試合だから、まあ、全部ね、リーグも全部試合、うん、大事な試合だけど、この3戦本当に昇格に向けて、はい、絶対負けられない戦いだから、みんな多分家族の皆さんとかも、ね、はい、来てくれてるんだろうし、あと友達とかもね、yes、選手の友達も来てくれてるんだろうね。本当すごかったです。いや、超すごかったよ。全然アウェーって感じしなかった。あのね、旗ね、登り、うん、選手の登り旗も持ってきてくれて、あとその 25m の横断幕も、うん、あの手持ちでね、うん、はい、ね、すごかった、やれたんで。私、あの、ヤマトのすぐ近くに、うん、おじとか、あといとこが住んでて、はい、で、おじといとこの夫婦と、うん、あと息子2人が来てくれて、すごい、で、あの上り、うん、木原梢って書いた上りをこう持ってる写真が送られてきたの。あ、じゃあこっち側にいたんですね。うんうん、そうそう、子供がちっちゃいから、うん、やっぱ芝生で見るねっていうふうに最初言ってたんだけど、で、多分持たせてもらったんだって、で、写真撮って試合後に送られてきたから、はい、で、今度のね、あの、うん、最終戦も、うん、見に来てくれてて、結構見に来てくれてたね。ありがたいです ね本当にありがたいんですよね、はい、いや、本当頑張らなきゃいけないなって思うよね、はい、あんなに応援してくれたら。よかった、その応援が届いて、本当に本当にね、応援が力になるんだなってひしひしと感じた試合でしたね。結構あれですよね、うん、あのプレーの方でも攻撃参加して、うんうん、結構シュート打ってましたね、コーズ A とか、あ、コーズ、コーズ決めたかったな。みんな多分自分が決めたいっていう思いでやってると思いますよ、はい、本当に応援のおかげだと思います、はい、次もまたね、次も、はい、最後、ね、ホームでたくさんの方が見に来てくださるでしょうから、はい、頑張んないと、頑張んないと、ね、今度お祭りがあるんだってね。そうらしいですね、お祭りとあと運動会もあるかもしれないんで、結構皆さんこう今チケット販売させてもらってるじゃないですか、はい、それで
お願いしますってみんなが言ってたら、お祭りがあるんだあるから行けないんだけど応援してるねって言ってくださる方もね結構いてね。でもやっぱ来られない方も、うん、パワーをねカモリクに向けて送ってほしいですよね、はい、そしたらきっと絶対届くと思うんでね。そうですね、うん、で、はい、お祭りに行かない方はぜひね、はい、カモリクに時間が空いてる方はぜひ。もうだってもう本当歴史的瞬間じゃないですか、ね、これ本当勝って本当にまずは優勝チャンピオン優勝じゃないですか、うん、そのチャレンジリーグ優勝という賞が手に入り、うん、さらに昇格という、ね、すごい瞬間です、ね、やばいね。考えただけでちょっと鳥肌立っちゃうね。はい勝ちたいね本当に。勝ちたいです。勝って終わりましょう、うん、やっぱでも勝ちたいって思いが強い方がね。そうですね、この間本当強かったですよね、うんうん、絶対そう思う、はいはい、それでは今回はセンターバックコンビの高橋選手と柴田選手に話を聞きました。お疲れ様です。高橋選手と柴田選手に来てもらいました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です、この間の試合完封勝利で1対0で勝ったんですけど、とても厳しい試合だったと思うんですけど、前半はね 0-0 で折り返して、その時、すごい耐えてくれてたじゃないですか。その時どんな気持ちでした？でもいい攻撃もできてたし、シュートまでいけてるシーンもたくさんあったので、うん、ここを乗り越えれば1点取れるなと思って、うん、自分たちはそんなに苦しくいなって思いながら守備はしてなかったので、うん、そんなに苦しくはなかったです、うん、はい。高橋選手はどうでした？はい、すごい声援というか熱い応援があって後押しもしてくださったので、うん、やっぱ踏ん張れたところもありますし、うん、やっぱ全員で守備できて全員で攻撃もできてたと思うので、うん、まあ、そこは良かったのかなと思うんですけど、うん、まだまだやらなきゃいけないことがたくさんありますし、うん、課題も反省もあるので、うん、まあ、それをしっかり今週、うん、整理、うん、克服して、うん、しずさんに向けて、はい、みんなで頑張っていきたいと思ってます、はい。で、後半今いい攻撃できてるっていうだったのもあったし、あと前の方はね、後ろの人たちがゼロで耐えてくれてたから、うん、絶対1点取ろうねっていう声かけて入ったんですけど、後半入ってからどうでしたか？なんかリズムが変わったりとかあったかな？もう後半もボール、うん、自分たちが最初から結構持ててるイメージで、うん、結構みんな足も動いてたし体も動いてたし、いい雰囲気だったので、うん、もうヤマトの勢いなんかは置いといて、うん、もう自分たちのペースでどんどん行こうみたいな、うん、その雰囲気と勢いがゴールにつながったし、うん、最後までみんなで耐えれたのかなって思います、うん、みんなの勝ちへの気持ちがすごい強い試合で、うん、やってて楽しかったです、うんうん、で監督からはハーフタイムにちょっと準備が遅いからいい攻撃はできてるけど、そこの部分だけちょっと反省して改善しようっていう話があったけど、はい、それに関しては後半どうでしたか？そうですね、後半まあやっぱ最初の方は意識はしてたと思うんですけど、うん、やっぱだんだんこう疲れてきちゃってる時に、うん、やっぱまあ危ない場面、自分たちで危ない場面を作ってしまったこともあったので、うん、まあそこも90分間しっかり集中できるようにしなきゃいけないと思いました、はい。でさっき高橋選手が言ったように、300人以上超えるね、サポーターの人たちが大和まで駆けつけてくれたんだけど、はい、試合中は聞こえてましたか？どうでした？もうとっても心強かったです、うん、BU の子たちのアップの時からも大声で歌ってくれてて、うん、それをはじめ、うん、本当にスタンドもそうだし、うん、バック側もそうだし、うん、多くの人がいて、うん、もう人数っていうよりかは青が目に入ってすごい心強かったですね、うん、とにかく、うん、それが勇気になりました、うん、どうでした？聞こえてました？はい、
たくさん聞こえてました、うん、本当アウェーっていう感じはなくて、うん、もうホームだっていう気持ちで多分みんないたと思います、うん、そうだね、はい、で今度11日もまたあのお祭りとかちょっとあって、うん、来れないって、ね、来れないけど頑張ってねって言ってくれる人もたくさんいるけど、うん、はい、たくさんの人がねまた見に来てくれてすごい応援をしてくれると思うんだけど、うん、そのサポーターの方たちに一言お願いします、はい、柴田選手から、はい、11日の試合勝つことにこだわって、うん、さらに皆さんが喜んでもらえるようなプレーをみんなできるようにいい準備して頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、はい、もう勝つだけです、うん、共に絶対勝利したいです。なんで片言なんで片言なの。はい、勝利したいです本当に。そうですね、はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。高橋選手と柴田選手のコメントでした。いや、あの2人すごかったですよね、この間の試合。すごいですよね、やっぱりことごとく攻撃の芽を摘んでくれて、はい、いや前半終わった時点で、うん、あのエンジンとかやるじゃないですか、はい、後半最初にその時もね、後ろが本当に頑張って耐えてくれ、ゼロでね抑えてくれて耐えてくれるから、うん、前は絶対1点取ろうっていう声かけをねしてみんなでスタートしたんですけどね、はい、いやもうあのエンジンを組んでる瞬間もうちらも応援の方もエンジン組んで、ね、あのキャプテンの足がこう上がってこうなるからその時にってあのそうだよね、実際聞こえないもんね、はい、リーダーの方が教えてくれて、うん、あのさたみさんの足を見てればわかる行くぞっていう瞬間がね、はい、足でこうバンってやるからね、そう、それを見ながらみんなでこうってやってました。あの瞬間結構いいよね、うん、みんなで半円ね開けて、うん、サポーターの方とあとこっちのメインスタンドと開けてやるっていうのが、ね、はい、もうオルカしかない、ね、もうあれはねやり方だと思うので、ね、はい、みんなが一つになるということでいいですね、うん、あ次の試合もうなんかいよいよだなって感じがしてきますね、こんな話してたから、うん、緊張しちゃうのかな、やっぱり緊張します、緊張すんのかな、え、どうなんですか今のところ。この間ちょっと緊張した。え、どっち、ヤマト、うん、ヤマト、え、施設は、え、ホームは一番最初、施設はね、あんまり緊張してなかったんですね。え、ヤマトの方が緊張した、ヤマトの方がなんかそう、なんかちょっとね、ちょっと緊張してでも、始まったらね、そんなこと言ってられないから、うん、ね、やるしかないんだけど、いやするだろうね今度ね、まあ、また最後だし、ね、本当にね、だってこれにかかってるんだもん、うん、うん、まあでも緊張じゃいい、うん、いい具合、いい意味ね、なんかピリッとした緊張感に変えて、はい、頑張りたいですね、ぜひね、うん、どんなスタンドとかどうなるんだろうね、そういうのがすごいワクワクして、うん、そっか、今回もまあまあすごいと思いますよね。はい、なんか集中しろって感じだけどでも楽しみで仕方ないですね、はい、はい、次の試合は9月11日日曜日15時キックオフ、対戦相手は静岡産業大学岩田ボニータです。場所は鴨川市陸上競技場です。この試合オルカは引き分け以上でなでしこリーグ2部自動昇格となる1位が確定します。皆さんの熱い声援が選手たちの力になります。最終節も応援よろしくお願いします。それでは今日もメッセージが届いていますので読ませていただきます。キリンさんからのメッセージです、ありがとうございます、はい、こんにちは、キリンです。いつも楽しみに聞いてます。先日のプレーオフ第1戦お疲れ様でした。劇的な逆転劇に震えました。前半は2点ビハインドの場面で応援がまとまらなくて焦りと申し訳ないばかりでした。数名の方からアドバイスいただき、部大のコールリーダーと話して噛み合ってきたところで臨速のゴール。それまでは生きた心地がしませんでした。それからも太鼓を力の限り叩き続けたら里襟の技ありの同点ゴール。そうなると頭の中ではもう1点という思いでさらに太鼓を叩きました。トモさんのゴールが決まってマジかって感じで、現実と幻覚の間にいる感じでした。そして試合終了の笛、手袋は破れ声は枯れ、
でも何とも言えないやりきった感とオルカ鴨川応援してきてよかったという充実感でいっぱいでした。4日大和戦には手袋も新調して気合を入れて伺いますよ。心一つになって次なるステージに行きましょう。コズさん、クマさん、これからも楽しい方、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。コズさんの気持ちが入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。手袋破れるってすごいですね。すごいですね。本当頑張って一試合ね、ずっと叩いてくれてるんですもんね、本当に。現実と幻覚の間にいる感じ。本当ですよね。なんかでもね、本当にマジかって感じ、わかりますね。そうなりましたもんね。なりましたね。なんかこうすごかった、時は。でこの後に、このメッセージいただいた後に、ヤマトに行く前に、キリンさんたちと一緒に練習をさせてもらって、で BU に、バスの中でこれ練習してねって言って、で大和に乗り込んだわけですよ。でキリンさん一生懸命太鼓を叩いてくれて、で今度もまたホームで、今回ブダイさんはいないんですけど、違うまた応援団が多分駆けつけてきてくれると思うので、はい、キリンさんとあともう一人あのスピーカーを持ったリーダーと旗を振るお父さんもいるので、もうあと愉快な仲間たちがあのコアサポーターさんいるので、その人たちが応援団、駆けつけてきた応援団をまとめてくれるので、ぜひ楽しみにコズさんしていてください。ね、はい。またね、感動を与えたいですよね、みんなでね。はい。次です。大正ロマンさんからのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。コズさん、クマさん、こんにちは。大正ロマンです。9月4日のプレーオフ第2戦、大和シルフィードの試合、見事勝利しましたね。当日見に行けなかったため、仕事から帰ってきてすぐにパソコンを立ち上げ、オルカのホームページを開きました。ちょっと不安もあったけど、みんなを信じて試合結果を見ました。やっぱ信じていた通りやってくれました。これで2戦2勝、勝ち点6をキープ。最終戦静岡ボニータとの試合で負けなければ、オルカの優勝が確定するそうですね。ここはやっぱり勝ってみんなで祝杯をあげたいですからね。相手はウエスト1位のチームだけに、さらに苦戦を強いられるのは目に見えてますから、気を引き締めてかからないとね。まさに勝って兜の尾を締めようですね。次のカモリクでの試合見に行けませんが、職場から魂飛ばして応援してますよ。オルカが勝つ、そう信じてますから。七夕の短冊の願い事、なでしこ2部リーグへの昇格叶えてくださいね。大正ロマンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ウエスト1位のチームだけに、本当に苦しい戦いにはなると思うんですけど、先ほども言ったみたいに、こうやってね、あの職場から、ね、見に行けなくてもパワーを送ってくれてる方もいますし、そうですね、チケット販売 ねやらせてもらってますけど、ね、みんなね、行けないけど頑張ってねって言ってくださいますし、マイル券買ってくださる方もいらっしゃいますし、ありがたいですね。ありがたいですね。大正ロマンさんの気持ちにも応えたいですね。はい、立ち上げて見るとき、すごいドキ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 ですよね。みんな信じて試合結果を見ましたって書いてくれてますよね。次もそうなるように頑張りたいですよね。頑張りたいですね。はい、それではオルカ鴨川 C がお送りしているオルカスマイルコミュニケーションラジオ第13回目もお聞きいただきありがとうございました。お相手は17番木原梢と事務局白熊ゆきえでした。それでは今週末もスタジアムでお会いしましょう。さようなら。